さあバンスタ、今回のゲストは佐藤和樹選手です。ようこそ。お願いします。あれ、佐藤選手はとりあえずお帰りなさいというところですね。あ、そうですね。またね、今の心境どうですか。いや、本当にまたここに戻ってこれて嬉しいなっていうのが率直な感想です。そしてあの佐藤選手、はい、ご出身は。あ、僕名古屋なんですよ。名古屋ですよね。え、中井さんは。名古屋なんですよ。今日は名古屋コンビでお伝えしていきますけど、では今日は佐藤選手のストロングポイントに迫っていこうと思うんですけども、はい、ご自身の強みを教えてください。そうですね、やっぱり左足のキックですね。キック、はい、そのキックの凄さ、多分いろいろあると思うんですけど、どういう強みがあるんですか。そうですね、まあ分かりやすく言ったら一発で局面を変えれるキックっていうのはが自分の特徴だと思ってるんですけど、まあ、例えばサイドチェンジだったら普通のボールじゃなくて速いボールで相手の陣形が整う前に攻めれるキックをしたりだとか。さあここからは実践編。さまざまな種類があるというサイドチェンジのキックを体感させてもらいます。まずどんなのが来ます。じゃあ普通に山なりで。山なり、ふんわり系の優しいボール、はい、わかりました。じゃあよろしくお願いします。よし。おいおい優しい。優しかったですか。優しいですね。なんと受けやすいボールか。柔らかさ、スピード、回転、すべてが優しいキック。味方のもとにしっかり収まるボールです。そして次は佐藤選手が自らストロングポイントだと話す強いキックのサイドチェンジです。いきます。全然質が違いましたね。驚いてトラップミスしちゃいましたけど。低い弾道でピッチを横切り、一気に局面を変える鋭いキック、これが佐藤選手の武器です。やっぱ速い方がサイドチェンジはいいんですか。そうですね、相手のスライドが間に合わないんで、うん、やっぱ状況に応じてこういう速いボールを蹴ってます。僕のトラップどうでしょうか。いや、100点です。ありがとうございます。いいコンビ組めそうですね。佐藤選手のサイドチェンジはこれだけではありません。もう一つとっておきのキックがあるんです。じゃあよろしくお願いします。はい。お、スライス回転がかかったボールは相手から逃げていくような弾道で敵陣の奥深くへ切り込んでいきます。佐藤選手、はい、このキックはどういうキックでしょうか。相手が食いついた時にこのキックで剥がせるっていう。相手が触れないけども奥に入ってくるっていうことですね。あ、そうです。触れそうで触れなくていけるっていうキックです。一気にこう形勢逆転みたいな。あ、そうです、そうです。奥が深いサイドチェンジのキック、3種類のキックを比べてみると弾道、スピード、すべてが違います。テレビで見せちゃって大丈夫ですか。大丈夫です。あの強いキックっていうのがね、さっき話にも出ましたけど、はい、ミドルシュートにも生きてくる、はいはい、去年ね、あの八戸に在籍してる時もありましたよね、はい、あのゴールのようなものが、まあ、自分のタイプですか。そうですね、うん、あれこそ自分の特徴が出たなっていうゴールです。キック力が強い佐藤選手にはこんな驚きのエピソードも。一回あのシュート打ってバーに当たったんですけど、うん、そのボールがパンクしました。そんな話聞いたことないですか。もう一個あるんですけど。もう一個ある。ちっちゃい頃お父さんに向かってシュート打ったら、お父さんの指が折れた。それでは再び実践編。佐藤選手のミドルシュートをキーパーの位置で体感します、はい、怖いんですけど。気をつけてください。怖いんですけど、ちょっと見たいんですけど、怖いんですけど。じゃあお願いします。はい、怖い怖い。おうえおうえおうえ。避けちゃいましたけど、シュンって音鳴ってましたからね。顔危なかったって今。顔危なかった。顔危なかったですよ。顔当たりそうでした。まさに空を裂く弾丸ミドル。相手キーパーもたまったもんじゃありません。あの強いキックが蹴れる
理由、どういうところに強さがあってああいうキックが蹴れるんですか？まず自分の特徴としては体が柔らかいっていうのがあって、であとは背中が強くて背中が使えてるっていう、全身で蹴れてるっていうのが多分あると思う。足だけの筋力で言ったらそんなないんですけど、やっぱり全身使えるんで、全身で力をボールに伝えるんで、やっぱりそれで強いキックができると思う。しなって、そのしなりを作るための背中なんですか？背中使えてるなって気づいたのはいつ頃なんですか？名古屋時代に、トゥーリオ選手が、お前は背中が使えてるから強いキック蹴れるんだって言ってくれて、それで気づきました。あ、俺背中使えてるんだって自分でも分かんなかったんですけど。でもトゥーリオ選手が気づいたらしいですよ。ここだよって押されて痛い痛いって子供の時からもやっぱ左が強い選手だっていう風にはずっと言われてたんですか？そうですね、子供の頃から本当にレフティーモンスターって言われてて。聞きました、レフティーモンスターですよ。パンチヤバいっていうのは、パンチヤバいと、パンチ佐藤って言われてました。パンチ佐藤なるほどそれではシーズン途中から加入しましたお二人にていただいてますけども、佐藤選手と小牧選手です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。さあ、どうでしょうか、ね。お二人とも以前八戸にいて、今シーズン途中から加入したという感じですけど、このスタジアムの雰囲気見ても佐藤選手、だいぶ当時と変わったんじゃないですか。そうですね。やっぱりナイターがついたっていう。そうですよね。見た感じもスタジアムになった。はい、やっぱ照明スタジアムだからね。スタジアムなんですけど、なんか雰囲気が、ね、どうですかこの雰囲気の。やっぱり昼間こうやって見ても、スタジアムって感じしますね。同じこと言ってる。お二人スタジアムです最初から。何やら息ぴったりな復帰組のお二人ですが、年齢はというと、小牧先生今おいくつでしたっけ？29になります。今年で一つ上になる感じ。そうですね、和樹の1個上ですね。はい、テコテコです本当にそういう関係なんですか？めちゃくちゃ舐めてますからね。ふざけてるタイプ。ふざけてますよ。9割舐めてるんですけど、その1割がちゃんとしてるんで可愛いんですよね。ちょっとちゃんとしとけばいいんで簡単です。うまい具合に刺さってる感じですね。簡単です。簡単って言われては言うので、小牧選手は結構右サイドやられる機会が多くて、で佐藤選手左サイドですから、佐藤選手のボールを受ける機会も結構多いですね。1試合で 2,3 本は飛んできますね。やっぱ全然他の選手とそのキックの質って違うんですか？もう全然違いますね。弾道が鋭いのから、こう滞空時間があるのから、結構いろんな球種が来るんで、こっちもちょっとドキドキしながら。ドキドキ、どれが来るのかって。どうですか、佐藤選手からも、小牧選手を狙ってボール蹴る機会があると思うんですけど。はい、前節1回蹴って追いつかなかったっていうシーンが1回あったんで、まさくんが右サイドの時はもう蹴るのやめようかなと思って。それは佐藤選手のキックミスとかじゃなくていいボール蹴ったわけですか？いや、もうイメージ通りに相手が入れ替わったんですけど、そのままボールゲックになったんで。どういう原因だったんですか、その触れなかった原因は。俺のイメージ通りに体が動いてなかった。どういうことですか？疲れですか？何だったんですか？疲れですね。で、試合終わった後に和樹にすぐやりました。全然進んでなかったよっていう。頑張ってスライディングしてたけど。どうですか、佐藤選手から小牧選手に対して、この間のホームゲームも踏まえて、今後どういった期待をされてますか？そうですね、でもやっぱまさかの特徴はそういうところではないと思ってるんで、しょうがないかなっていう。いやいやいや、もっと本当に。待て違う、そういうことじゃない。もういいコンビだというのが分かりましたので、お二人の活躍期待してますから。はい、はい、いいサイドチェンジからのゴールシーン、そうですね、期待してますよ。ありがとうございます。はい、お願いします。